行っておられた1年生のワイドレシーバー両方にスプレードしましたノーバックですね、はい、そして小野へ小野からパスを投げるヒットダメだなるほど監督のスペシャルプレーが出ましたがしかしちょっと短すぎましたせっかくいいポジションで設けたそのファーストダウン10だったんですがサードダウン10となってしまいました、はい、さあこれで浜田が入って押谷が出ますね、はい、そうですねさあここはやっぱりパスでしょうね、まあ、そうですね、サードダウン6テールバックが小野バックバックが浜田スイングに出ますかそしてどうだ45番倉本へのパスいやいや長すぎた手は届いたんですがちょっと浮かしてやった方が良かったでしょうけどもう、ね、気持ち浮かせると今のはもう全くノーマークでありましたから倉本の力として取れないことはなかったでしょうけどね、イスミヘッドコーチの顔もちょっと厳しくなってきました一方7点先行で自信たっぷりのその余裕を持っております篠竹監督ですさて観客はパントチーム入場ですそしてパンターが堀内さあ西田全員でラッシュの構えですねそうですね風上からパントさあリターンを行きますしかし観客ナイスカバーですちょうど30ヤード地点から日大のファーストダウン攻撃ですもしも鉄がなかったらコロンブスさんお弱りベートーベンさん悩みますジェームスワットさん困りますだけど鉄があったから見つけたできた大成功鉄の歴史川崎製鉄日大のまずファーストダウンからの第一プレーは横瀬から大下への長いパスが通りましたファーストダウンですこれでちょうど47ヤードまで前進をいたしました心配したようにあの出ずっぱりの77番大栗あたりのラッシュが弱くなりましたね、はい、それは当然だと思いますそうですねオフェンスにディフェンスにそれぞれ大活躍の小栗選手やや疲れてまいりましたがさあまだパス通りました30番の新井です一気に観客陣内40ヤードのラインを超えました向こうがサイドラインを割りました最後タックルしたのは鳥内、はい、第1クォーター立ち上がりに比べたらですねディフェンスラインのラッシュが明らかに悪くなりました、はい、そうですね、はい、あの第1クォーターでディフェンスが一生懸命頑張っているところでオフェンスがちょっとね、はいディフェンスの方がちょっと疲れてまいりましたがそのディフェンスのプレッシャー相手に対するプレッシャーがちょっと弱くなってきましたしたがいまして日大のパスが長いのから短いのから思うように通るようになってきましたもんね、まあ、あのこれまでタイムアウトのいいんじゃないですか、はい、そうですねあの新しいルールで全員ベンチ帰りますので、ねはい、あのパスのラッシュあるいはラインバッカーとラインディフェンスラインがクロスで、はい、あの飛び込むスタンティング、はいあるいはディフェンスバックの動きそういうようなものをもう一遍徹底するのはいいんじゃないですかそうですね、さて今またイレブンが戻ってまいりましたそうですねあの77番の小栗引っ込めましたねあ引っ込めましたですね、はい、私はもういい選手でも疲れたらダメだと思います、はい、ですからです、ね、あのショットガンを止めるためにはですね私外あのディフェンスのエンドはそれこそディフェンスの中で2プラトンにして、はい、そしてどん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 新しいのを入れないといけないと思いますねそうですね新しいの2人入れましたねあそうですね、はい、稲垣が入ったり観客陣内のちょうど36ヤードから7ヤードの地点ですさあ今度は横瀬がボールを持っていきます3ヤードから4ヤードぐらいのゲインでしょうか、はい、もうちょっと出てるかもわかりませんねそうですねあるいは5ヤード近く出ているかもしれませんおやおやあゲインは意外に少なかったですか少なかったですねやっぱり3ヤードのゲインですね、はいはい、さあワンプレーでもって、はいまず最初は横瀬がキープさあ今度は左右に開きました横瀬長いパスだどうだ乗ってます乗ってますこれはキャプテンのエンドのシビアのファインプレーです
渋谷、2年生のディフェンスバック松岡、この差が出たのかも分かりませんね。それにディフェンスの交代が遅れて、ちょっとディフェンスの仕方が遅かったですね、ディフェンスバックの。この試合ではちょっとしたことが命取りになりますね。してやったりと、さあ2つ笑った篠竹監督です、はい、ストロングフォーメーションの T、 そうですね、コードバックのロールアウトはどうだ、最後パス行くか、あ、これはナイスカット、これはナイスカット、鳥打ちでしょう、鳥打ちですね、鳥打ちのナイスカット、渋谷の目の前を割り込んで、そして見事にそれをディフレクトしました、カットします。さあそのあたり見てもらいましょう。あ、これはうまい、よく言えばインターセプトできるようになります。そうだったんですがね。さあセカンドダウンで、はい、あと2ヤードですね、はい、またストロングフォーメーション、ションダイブは今度は荒い、これはしかし森がよくタックルしましたですね、はい、見事なタックルでやりました。これはむしろ逆に1ヤードほどロスをしたんじゃないでしょうか。30番のハーフバックの荒井がガクンと突っ込むところ、しかしゴールまではあと 2.5 ヤード3ヤードぐらいのところです。さあここでもってなんかこうダイブフェイクかオフタックルフェイクのパスに来るような感じしますけど ね、はい、そうですね。4万観衆が先ほどからワーワーという大歓声、左右のアルプススタンドもほとんど満員になってきました。さてどうだ、ダイブプレーで決めました。3年生の30番の新井です。やはりこう感覚のパスディフェンスの乱れが出てきましたですね、というのもやっぱりラインディフェンスラインがもつかれてきましたね、はい、そしてトライ4ポイントキック、戸田見事に成功、新井が3ヤードランをいたしまして見事にタッチダウン、そしてキックも成功いたしました。これで14対0とリードを奪ったわけであります。西大のリードです。そして第2クォーター前半は残り11分23秒残っております。まだしかし時間は、私はね前半ね、はい、感覚もう一つ返せばですよ、はい、ただもう試合はまだまだ互角だと思いますね。そうですね、ここでもう一つタッチダウンを入れられると感覚は非常に苦しくなると思いますね、はい、ですからこのキックオフリターンからの、はい、攻撃大事ですよ。オフェンスチームに一つ多い頑張ってもらわなきゃいけませんね、はいはい、さあ14点のリードで多少の余裕を持ちました篠竹監督。田中はハーフラインですね、50ヤードラインを超えてからですね、はい、の攻撃というのはほとんどないですからね、ちょっとあっただけですからね。そうですね。さあまたリターンマンが小野と、そして安藤、14番と37番の選手、14番が小野、37番が安藤、ともに2年生です。さあ今度は安藤のようです。おっとボールが取れた、そして小野になった。さあもういいぞ、そして36ヤードまで前進、これはファーストダウン。バウンドした難しいボールをよくあそこまで返しましたですね、小野大健闘。そして壁を作ってこの辺り、さあこの攻撃を感覚はもう虎の子のように大事にしないといけないですね、はい、長いドライブを期待したいですね、はい、はい、フォーメーション、そして浜田のカウンターだったんですね。私はねスロットバックの前についてるのがセーフティー深いですね、はい、ですから28番菅野の外へのパスなんか面白いと思うんですけど ね。さてセカンドダウンでおよそ5ヤードリード、あと5ヤードです。セカンドダウン5、さあここでパスを放るか、それとも手堅くランでいくか、ね、難しいところですけどね、はい、私はなんか菅野に外へ放ったら面白いような気がしますけど ね。さあそれをやりました。まさにそのものズバリになりました。やはりこれですね。そうですね、感覚はこういうふうにやっていかないといけないですね。そうですね、外のラインバッカーを釣り出しておいて、はい、その中を走るという手もありますね。全く今監督ノーマークですからね、はい、さあ見事にファーストダウン、そして50ヤードラインまであと1ヤード、自陣の49ヤードからのファーストダウン、
半額はこの 50m ラインを超えてからの攻撃、はい、一つオフェンスに頑張ってもらわなきゃいけません。さあ、浜田のダイブはノーゲイン、これはノーゲインです。あるいはゲインしてもわずかに1ヤードでしょう。あ、1ヤードゲインしましたね、ちょうど50ヤードラインの真上です。さあ、パドルを送ります。これが感覚のスチーム。さあ、ここでどうやりますかね。小野が入ってきてベンツの策を伝えますけれども、はい、前半残りちょうど10分です。まだ関内の外のパスはいけますね。ますますいけますね、はい、左に2人のレシーバー。さあ、どこ行くか、トーラッシュされました。クォーターバックがラッシュされました。パスプロテクションまずかったですね。3人がかりで行かれましたね。そうですね、これは大きくクロスをいたしまして、サーダウンでちょうど20ヤードほどの、はい、10ヤード18ヤードほどのロスをいたしました。この距離ではさっきの関内のパスは難しいですからね。そうですね。スクリーンに行くか、はい、ただ押谷が入って浜田アウトということはノーバックじゃないですか。あー、ノーバックなのかもしれませんね、バックの数が1人しかいないということはノーバックでしょう。ノーバックですね、はい、そうですね。そして菅のインモーション、あー、ラッシュされました。されましたね。今のしかし日大の62番、上田君ですか、はい、この突っ込みは早かったですね。今日はノーバックにして子供どく失敗してますね、失敗してますね、はい、さあ、これで第4ダウンでほぼ25ヤードは近いロスをいたしましたので、はい、ファームをやむを得ず取り位置入ってパントです。風上からパントをいたします。あまり飛ばない、あまり飛びません。さあ、マウンドをして、ラッキーバウンドしたが、そうですね、今ボールを取ったのが新井でありますが、しかしそこでラウンドです。ちょうど33ヤードの地点です。攻守ところを変えて日大です。風格をラベルに移して、品質の黒ラベル、日本ハム。神戸中山店、中国料理の万寿殿。豪華なインテリアと万寿殿の一流調理師が吟味を尽くした味と心でお待ちしております。各種ご宴会は心の通う万寿殿。カラオケ無料ですよ。スタンドは4万観衆で超満員、わーわーという歓声の中を日大が第2クォーターで14点をマークいたしました。おや、半額の60番が1人負傷いたしました、はい、60番ですか、ちょっと確認番号で、60番なら岡部ですけどもね。そうですね、確か60番でなかったでしょうか、はい、大したことなければいいですけど ね、 そうですね、日大に比べて感覚の方は選手層は浅いですから。そうですね、1人でもかけますと苦しいですよ。あ、そうですね。今トレーナー、それからドクターも誘って、担架で、そうですね、サイドラインの外へ運び出します。ドクター別館も分かりませんね。そうですね、はい、確か60番がうっと背中押しに見えたと思うんですが、山城高校出身の3年生の岡部君です。さて、日大がちょうど自陣の33ヤードの地点からのファーストダウンです。クォーターバックは依然として横瀬、もっとこれは1点差が取りました。今度は取りました、はい、全く周囲にレシーバーいません。何か感覚からアピールがあって、はいはい、そのそ、ね、イエローフラッグが飛んだようですが、インテンショナルグラウンディング、まあ、先ほどのよりは良かったと思うんです、はい、さっきの方がひどかったと思うんですけど、さっきはもうすぐ目の前で、はいはい、今度のはずっと延長上にレシーバーいましたので、ね、はい、そうですね、しかし、まあ、取られても仕方がないでしょう。そうですね。さあ、これで、15ヤードロスをいたします。もうやった地点から5ヤードですからね。はい、そうですね、セカンドアンドで25ヤードぐらいありますから。そうですね、はい、セカンドアンド。さあ、クロープレー。さあ、クロープと抜けていく。そしてダイブ陣を回復しましたが、まだしかしサーダウンでまだ17、18ヤードあるでしょう。ありますね。ね、
さあここでもって一発ロングパスかスクリーンかでしょうね。そうですね、私はスクリーンスクリーンっていつもあのコール運行しないので、はい、嘘を言ってるような感じですけど、本当は今年はあの甲子園ボールでスクリーン投げませんね。投げませんね。こちら30番の新井に投げても面白いなと思うんですけどね。そうですね、左に2人。さあ長いパスだ、頭越し。まあ今の良かったじゃないですか。です、ね、あれでもってあの2人のレシーバーマークされてましたんでね、あそこへ無理に投げるとインターセプトが起こりますから、はい、真ん中へあのバーッと長いのを投げたの、これはもう、正解ですね、正解ですね、はい、エンドの渋谷といえどもとりあえず従いまして、ちょうどフォースダウンで18ヤード残しまして、これディフェンスが止めてくれましたからね、感覚はパントブロック狙うなり、ね、あるいはリターンをして次の攻撃で入れないといけないですね、はい、リターンマンは小野と大倉が出ていますね、はい、7番の大倉が出ています。さあその大倉の前に行く、さあ大倉がパントでリターンです、ここへ行っていく、さあ大倉が100m でどこまで行けるか、という方に走って43ヤードの地点、ちょっと指を痛めてるようですね、今の写真見ますとね、はい、あ、このしかし小野がいいブロックしましたね、まあ、ゲインは少なかったですけども、はい、そうですね、やる気を見せましたね、はい、さあこれから感覚一つオフェンスの底力を見せてほしいものです。アイフォーメーション、さあ松井からパスが、これがナイスキャッチ、今のが取れるんだったら先ほどのかと申し上げたいところですが、本当にさっきは縦のパスだったですから ね、 そうだったんですね。私は5-2ローバーで真ん中にあのローバー置いてますので、ね、はい、かなか外へ外へのパスを投げていかなければ苦しいと思いますね。そうですね、はい、外へのパスを投げずにカットバックのドローとかそんなことやっても効かないと思いますね、はい、日大には、ね、セカンドダウンで5ヤード、倉本ナイスキャッチいたしまして、セカンドダウン5、アイフォーメーションプロアイです、右のプロアイ。さあ今度は小野、バットを抜けた、バースダウンになったか、はい、なったでしょう、 ったでしょう、なりましたね、バースダウンです。まあ久しぶりの感覚のバースダウンですね。そうですね、さて西大陣内の46ヤードの地点です、はい、さあ前半終了まであと6分46秒、はい、とにかくワンタッチダウン返すことですね、はい、そうですね、いわゆる野球でいう2対1に持ち込みたいところですね、はいはい、現在14対0と西大リード。さあカウンタードロー。カウンターです。カウンタードローは結局浜田。そして2ヤードほどのゲインでしょうか。そうですね。見てもらいましょう。さあカウンタードローです。そして2ヤードほどのゲインです。さあここでもってパスで行くのか、はい、オプションで行くのか。そうですね。例えば感覚もスクリーンを見せてないですね。スクリーン見せてないですね。さあ今度も左右に開きました。今度は左のフロアアイです。さあパス。ドーン。西大の21番にポーンとボールを突き上げられまして、中へのパスは難しいですよ。ロ、ね、ーバーがいますから。そうですね。西大の山村君の見事なディフェンスによりまして、パスインコンプリート、サードダウンで8ヤード。さあここが一つの山場ですね。そうですね、感覚の応援団。さあまたノーバックになりますね、はい、きっと浜田が出て、ね、8番の山口が入ってきました。そうですね、ナンバー8番の山口君が入っております。この山口君は3年生です。ノーバック、ウォーターバックは松井、そしてインモーション小野。たんですが、しかしそれをポーンと弾き落としました。西大の見事なディフェンスであります。そうですね、感覚のラインが、まあ、バックもいないから、はい、プロテクション難しいわけですけどもね。そうですね、なんか今日強打の時に成功したノーバック、はい、ことごとく失敗と言っていいですね。そうですね、さあこれで今度はところを変わって日大がどこまでリターンを見せますか。鳥内のパントです。これはいいパントになりました、ね、これはいいパントになりました。あー、触りました、触りました、しかし抑えなかった感覚が、しかし感覚のゴールラインギリギリのところからです。
ラウンドにかけた男たちがいる。昨日より今日が、今日より明日が、彼らの心はいつも熱い。闘魂を支えるアディダス。The Science of Sport Adidas 金松スポーツがお届けします。さあ、ゴール前からの日大のオフェンスです。まず第1ダウンの攻撃はパスが通りました。エンドの渋谷へのパスです。これはかなりのゲインです。6ヤードぐらいのゲインです。そうですね、はい、いいアウトパス、タッチダウンした時と同じようなパスだったですね。これで日大はゴール前からおよそ 7,8 ヤードほど前進をしたところです。まだしかし苦しいところです。クォーターバックは横瀬、ラッシュしないとせない、どうだ、うん、とこれはダメ、パスインコンプリート、セカンドダウンで3ヤードちょっと残っています。感覚のディフェンスライン、ね、攻撃がワンタッチダウンも取れないですけど、よく検討してますよ、はい、そうですね。今また小栗君も元気にこのディフェンスに入っております。77番。さあ、このサードダウンを守りきれば感覚にもう一回チャンスが回ってきます ね。 そうですね。これを何とかしてパスを抑えないといけない、はい、さあ横瀬、またパスに行った、どうだ、パスレシーブしたか、よく取りましたね、よく取りましたね。さすがにキャプテン、エンドの渋谷、これはしかし両方から感覚の挟み撃ちになっていたんですが、しかしよく取りましたね。もちろんこれでファーストダウン、ちょうど日大陣内の13ヤードぐらいの地点であります。サードダウンのコンバージョンというか、サードダウンでファーストダウンというのがうまいですね、日大は。そうですね。さあ、残り5分21秒、どうぶりがオフサイド、感覚の77番、小栗君のどうやらこれはディフェンスのオフサイドのようです。イエローフラッグがこのように飛びます。各ジャッジが一斉にそのイエローフラッグを出しまして反則を知らせます。これはディフェンス、オブリーのオフサイド、ディフェンスのオフサイドで5ヤード前進です。レフェリーの狭間さんが腰にポンポンとその白い手袋をはめました手をあてがいます。これがオフサイドの印です。さあ、第1ターン、オングリーを引っ込めて若いのを入れましたんで ね、前川が、彼らがどの程度ラッシュできるかどうか、はい、これは渋谷の頭越し、ボールがちょっと高すぎました。第1ダウンからしかし、はい、いきなり長いパスを放ってまいりました横瀬ですね。守備陣多少変更ありましたね、はい、浜田の弟2番が入って21番松岡引っ込んでますね、はい、先ほど先月に復帰したそのオングリー君でありますが、またベンチへ戻りました。44番が見えております。これがディフェンスバック3年生の四方です。ホールディングがあったというんでしょうか、ディフェンスのホールディング、ディフェンスのホールディングですか。これは実はファーストダウンになりますね。ファーストダウンになりますね。反則、これで相次いでこのシリーズ2つの反則を犯しまして、これで日大にファーストダウンを与えてしまいました。残りまもなく5分になろうとしております。前半終了まであと5分。さて、西大陣内のちょうど30ヤード手前です。4人のラッシュは、そうですね、さあ横瀬、どこへパスを投げるか、投げるか、浮かした、投げた、どうだ、惜しい。先ほどご紹介した四方、あわやインターセプトというところだったんですが、惜しいところでした。そうですね、2年生ですか、3年ですか、前川ですね、ディフェンス81番、はい、よく追い詰めましたですよ。それからまた中からもラインが1人来て、はい、あそこで追って四方がインターセプトしてほしいやつですね。そうですね、第1戦で、ね、頑張ってると思います。そうですね、ですからそれをディープセカンダリーが頑張ってほしい、さらに頑張ってほしいのは科学のオフェンス陣、はい、さあ 4-2 のディフェンスを引く科学、さあ横瀬から森がラッシュして、いいラッシュでした。1年生の森、そうですね、見事なラッシュでやりました。さあ今のプレー見てもらえ、左から前か真ん中から森、はい、見事ですね。あれは完全ノーマークだったですからね、はい、今のラッシュなければもうファーストダウン取られてるところでしょうね。そうですね。さあ、
武田さんが高等部で教えていらっしゃる生徒たちが今1年生ですけどもみんな大活躍をしてますね。1年で頑張ってますけどもね、はい、ねまだ頑張りが足らないんじゃないですか。なるほど、森一人が頑張ってるだけでは、さあ左右に開いて第3ダウンで10ヤード、さあ今度は空振り、今度の森は空振り、しかし右で寄ってたかって最後はタックル、とうとう横瀬を仕留めました。これはかなりのロスです。いやこの若いディフェンスがよく頑張りました。そうですね、ですから私はベテランに頼らなくても、はい、ベテランが疲れたら、はい、1年の若いの入れて、はい、うん、でフレッシュなのをどんどん使っていったらディフェンス面白いと思いますよ。そうですね、オフェンスはそういうわけにいかないと思います、はい、さあ第4ダウンで13ヤード残した。ここでパントチーム、パンターは戸田です、2年生84番、リターンマンは14番の小野と7番の大倉です。さあどっちへパントするか、サイドライン上に蹴ってきました。ああこれはしかしちょっとミスパントのような格好です。さあ感覚にとってはこの前半残りの4分でちょうど日大陣内の47ヤードの地点から絶好のポジションを得ました。ね、小野のリターンを嫌いましたね。あそうですね、まあ、一つ小野のファインプレーかは分かりません。はい、従いまして小野がいるというだけで。初めから何かこうサイドラインを狙ってきたようなね。はいはいはい、さあこれ前半最後のチャンスになるんじゃないですか。あと4分ですからね。まあ、この4分を武田さんどのように攻めていったらいいでしょう。はい、私は先ほどから申し上げてますように、はい、ディフェンスがまだ見えませんけども関野の外側がガラ空きですからね。あはい、そこへ放りましたね。ナイスパス、押し向けてパスが低すぎた。低すぎましたね。ナイスキャッチにとどまりましたですね。はい、そうですね、パスというの短いパスを受けて、はい、それから走らないと価値はないわけです。関野君へのパスです。したがってこれは5ヤードのゲインにとどまっています。さあしかしじわじわっとこの位置から同じことを左にやっても面白いですよ。そうですね、はい、今度は関野が左へ来ています。さあその関野へ同じパスが行くか、通った、そしてファーストダウンを取りました。そうですね、そうですね、でそういうようなパターンを 2,3 回続けといてですね、はい、縦に一発ボーンと掘ったら面白いですね。なるほど、これでファーストダウン、そして西大陣内で35ヤード、はい、残り時間が3分25秒です。さあ小野を引っ込めて安藤を入れてきました。はいはい、これから一つ二つまたランプレーをやってみようかというところでしょうか。かも分かりませんね。縦への鋭い突っ込みを持っております、はい、その安藤がテールバック、そして浜田がアップバック、右に二人のレシーバー、そして菅のインモーション、菅内のオプション、オプションゲインとゲインをして、これは一気に8ヤードぐらいのゲインを見せました。さあ感覚もこの前半最後の一つ秘策を練ってまいりました。オプションプレーです。まあここはとにかく感覚はどんなことするも一つ入れとかないといけないですね。さあセカンドダウンであと 1.5 ヤードと申し上げておきましょう。はい、西大陣内の20そうですね5ヤードぐらいの地点でしょうか、23ヤードぐらいの地点でしょうか。私はここで両エンドタイトにした方がいいと思いますけどね。あなるほど、相変わらずプロアイにしましたね。プロアイですね、右のプロアイ。今度は小野、さあファーストダウンになったか。ファーストダウンになったでしょ。これはファーストダウンになりました。さて感覚これでファーストダウンがポンポンと2つ続いたのは初めてじゃないですか。そうですね、そうですね、感覚のファーストダウン残り2分32秒、感覚にとっては前半1つ立ち段を返す絶好です。右へのブラストプレー、これが成功して見事にタッチダウン、押したのが入ってきたということはワイドレシーバー2人とも1年じゃないですか。そうですね、あベンチは思い切りをやったようですけども、ね、この2人はレシーブ力ありますよ。カンノとそして押したのというのはうまいですよ、はい、ドローを見せました。若い選手がどんどん活躍をします。2年生の小野です。まあ、昨年一昨年一昨年と、はい、18番の押谷、はい、それから28番の菅野、はい、私は一緒にやる機会ありましたけどね、
本当に1年生の頃からこの学校のレシーブ力のいい選手だったんですね。今そのレシーブ力にとってみるともう大学の上級生に決して必要になりませんね。取らないんじゃないですか、はい、あとは彼らの当たりだと思います ね、 そうですね、冬の間にしっかりバーベル上げて当たりを強くすれば、はいはい、大学のリーグでも十分通用すると思います ね、 そうですね。感覚がタイムアウトを取りましたね。 そうですね、はい、そして2分12秒残っております。ほとんど全員がベンチへ帰って作戦を授かりました。さあそろそろハーフタイムショーに出場いたしますバンドチームがーマーチングバンドが珍しいですね。オフェンスチームを全員呼ん、まあ、そうなんですね、呼ぶというふうなことはね、はいはい、広瀬コーチが上に、はいはい、広瀬コーチから下の小月コーチに、はい、ヘッドホンを通じて指令が飛んで、はい、小月コーチからクォーターバックや選手に指令が飛んだわけですね。そうですね、はい、左に菅野、右に押したに、はい、まだ1年生の若いレシーバー陣です。テールバックが小野、その小野です。どうだ、この最初の攻撃、あ、土壌の人、柳の人には土壌はいなかった、ね、はいなかったですね。しかし1ヤードぐらいのゲインでしょうか、1ヤードちょっとのゲインでしょうか。さて残り2分を切りました。1分55秒になりました。セカンドダウンで、あ、ちょっとベンチが電動入れるのが遅くなってきますね。ペンを行う、ペンと差し上げますで、押したり中へ入ってきました。そうですね、はい、その押したりへのパス、そしてあとわずかというところです。あと1ヤードです。してでも取らないといけない。そうですね、両エンドタイトにしてパワーで押し込む、はい、半額のあと1分26秒、まだ時間は十分あります。時間は十分あります。時間は十分、日大がタイムアウト取ります。今度は日大がタイムアウト、これはラッキーだったですね、感覚にとって。そうですね、そしてゴール中ゴーゴールまであと1ヤードです。は全員でもってラッシュしていって、とにかく1ヤードタッチダウンを狙うか。さあこの辺り、さあテールバックに戻すか、カナダに戻すか、それともクォーターバックスニークをするか。そうですね、そして日大のディフェンスラインと韓国のオフェンスライン、はい、ある意味では本当に力と力の対決がここで見られるんじゃないですか、はい、一番パワーのあるのは浜田、そしてスピードがものになるならばこれは安藤ということになりますけどね、はい、さあどれを選びますか。小野が入ってきます。そして浜田と小野というコンビになりましたね。そうですね、はい、ワイドレシーバーの押谷がいますね。押谷いますね。どういう体型を引くか。そうですね、あ、パワーアイを使いました。パワーアイのフォーメーション、左のパワーアイです。そしてゴールです。随分この練習をやっておりました。左のパワーアイからのフォーメーション、そしてクォータースリーク、見事に1ヤード8段、半額6点挽回。半額としては理想的な攻撃になりました。さあデッドヒートになりました。素晴らしい熱戦になってきました。半額14対6、いすみコーチよしよしという表情です。さあ鳥内のアフターポイントタッチダウン、キックオフキックで決めます。フライフォーポイント、さあキック取り打ち、もう1点追加、14対7、得点は14対7です。まあ、やっと感覚はどこをどう攻めればいいかというのが、はい、突破口をパス、ランを混ぜることによって特にスロットからの攻撃でもってなんかこう攻撃を見出したような感じがしますね。そうですね、これは前半から後半にかけて明るい材料でしょうし、はい、ある意味でこれをハーフタイムに日大の守備のコーチ陣がどうアジャストするかでしょうね、はい。さあ前半は残り1分23秒残っております。ここでオンサイドキックはしないんじゃないでしょうかね。そうでしょうね。さあどちらを選ぶでしょうか。1分23秒あったら日大の
あのパスでもって入れられる可能性ありますからね、その可能性ありますね。ですからいわゆる成功法でいくかもしれませんね。私はあのスクイーブといってゴロのキックをバーンと遠くまで蹴る方が面白いんじゃないですか、はい、なるほどね。さあその鳥内君がどんな策を授かっておりますか。泉コーチはオンサイドキック割と好きですからね。そうですね。ああ行きましたね、スクイーブ行きましたね。さあキックオフリターン転びます。これダウンです。ちょうど西大陣内の37ヤードぐらいの地点であります。ボールを持ったのがちょうどキックオフリターンをいたしましたのが40番の湯沢であります。3年生の湯沢君がキックオフリターンでちょうど西大陣内の37ヤードの地点からのファーストダウンです。これが泉ヘッドコーチ、ようやく観客が7点を挽回して4万大観衆ワーワーの歓声が一段とその高さを増してまいりました。スクリーン、スクリーン初めて見せたスクリーンです。最後タックルしたのは浜田弟、パスが通ってスクリーンパスをリチングしたのが右と見せて左の渋谷です。森がよく追いかけましたね、あそこまで。1年生とは考えられないほどの活躍ですね。あら2年3年4年もうちょっと頑張ってもらわないといけないですね。64番の森、そしてそこへ今度は浜田君がね加わってサイドライン終わりました。さあ縦のパスが怖い、フォーメーションから縦へのパス、長いパスだ、ノーマーカット、上手の手から水がこぼれました。取って不思議ではなかったパスではありますがわずかにこぼれました。あれ捉えていたら決められましたもん ね、 ゾーンの切れ目とは言えない、ゾーンの真ん中で受けたような感じです。真ん中ですもんね。そうですね。さあ西大にとっては惜しいパスでやりましたがこれでセカンドダウン10。さあここはウォーターバックが依然として横瀬、第一戦のラッシュ、はい、ディープセカンダリー4人、四方、坂本、はい、松岡、そうですね、浜田弟が頑張らないといけない。これもまた素晴らしいタックルを見せました。観客の90番、三井君ですね。三井ですね、はい、三井君が見事なタックルを見せました。サーダウン10、ちょうどボールが今置かれているのが日大陣内の48ヤードの地点であります。さあ残り56秒、第3戦は深く守らないといけませんけども、はい、そうですね、第1戦第2戦消極にならないようにしないといけないですよ、はい、そうですね、さあ突っ込んでいく森がいい突っ込んでみせた、パスが通ったか、通りました、通りました、通りました、また渋谷へのパスが通りました。渋谷だったんでしょうか、40番じゃないですか、40番ですか、40番の選手ですか。もう一度見てもらいましょう。40番ですね、湯沢じゃないですか、湯沢君ですね、はい、40番の湯沢君が今ナイスレシーブをいたしました。今もうちょっと感覚ね消極的になりすぎたですね、はい、どうせパスで来るの分かってるんですから思い切っていつものようにラッシュしたらいいですね、はい、あと残り47秒、観客陣内を奥深く入ってまいりました。さあ西大のファーストダウン10、またパスでいきますか、どうだ、浮かした、どうだ、これは高い、これは高い、これはちょっと高かった。81番の大下へのパスですが、これは頭の上。さあ当然ここでもって、今度は右が開いてますからね、はい、右に流れてのパスでしょう、観客陣内の27ヤードの地点です。セカンドダウン10です、はい、ちょうど西大の応援団の真ん前あたりで攻撃を行います。さあディフェンスバックに大倉も入りました、はい、コーナーバックに31番の大西も帰ってきました。そうですね、残り37秒です。前半なんとかこのままで持ちこたえられるか、観客。さあ右に3人のレシーバーだ、そしてスクリーンのパス、惜しい、観客の31番大西わずかにインターセプトならず、ね、右へ流れて左へのです、ね、スクリーンだったんですけども、そうですね。さあこれで第3ダウン、ここで松岡が入りましたね。そうですね、サーダウン10、そして残り32秒です。さあ松岡を入れたというのは彼に走らすのか、はい、それとも彼にロングパスを狙わすのか。日大はこのサーダウンコンバージョンがね非常にいいですからね。走らしました。さあ走る、走ります、ああいいタックルだ、あ
あ、やっぱり森君ですね。そうですね、はい、1年と1年の対決でした。森君、そして1年生の松岡をタックルしました。また横瀬を入れたということは今度パスでしょう。あ、そうですね、さあ第4ダウンでちょうど10ヤード感覚のゴールまでが27ヤードの地点であります。残り22秒。 ここでもって感覚は一体何をどう、まあ、パスというのは分かっているわけです ね、はい、そうですね。それをどうやって4人だけにラッシュさせて、はい、残り7人でもって守るのか、はい、それともですねラインバッカー1人ぐらい突っ込ませて中でもって、はい、あのプレッシャーをかけるのか、そういうところでしょうね。そうですね、いすみヘッドコーチを中心にいたしまして、その向こう側に森下監督の姿もちらっと見えておりますが、とにかく感覚これ最後のタイムアウトを取ったわけです、はい、あの背広の方今後ろ姿が見えております、森下監督です。さあ感覚がここでこの22秒最後の一投を持ちこたえることができれば、そうですね、あの後半に、はい、あの興味がぐーんと盛り上がりますね。そうなんですよね、ここでワンタッチダウン取られてしまうと苦しいでしょうね、はい、日大は一気にタッチダウンへ持っていきたいところ、はい、さあ、 左右に2人ずつ、さあどちらへ行くか、はい、長いパスだ、どうだ、タッチダウン、81番大下への27ヤードの長いパスが通りました。日大1個で6点追加、ちょうど20点。これは日韓学苦しい、苦しいですね。残り16秒、さあ見てもらいましょう。左右に2人ずつレシーバー、そして長いパスです。横瀬を入れたというのは長いパスを投げたかった、感覚の大西懸命にこの大下に迫ったんですが、とうとうその頭の上、ナイスキャッチをされました。そしてタッチダウン、その後トライ4ポイント、キックも成功いたしまして、これで日大が21点目を挙げたわけであります。21対7、2つのタッチダウンの差になってしまいました。篠竹監督、これでまずほっと一安心というところじゃないでしょうか。そうでしょうね、あの2つと1つと3つと1つで大きな違い、 ね、それはもう感覚が、第2クォーターの終わりにとにかくやっとファーストダウン、タッチダウンを取った、はい、その後残りも1分何十秒かでもってタッチダウンを取ったんですから ね、これは大きいですよ。私は感覚のディフェンスがなんかプリベントというかパスケアパスケアになりすぎだと思いますね、はいはい、なるほどね。そうしておいてプレッシャーが弱くなって、はい、かえってパスでやられてしまった。さてキックオフリターンは安藤です。さあこれ安藤の一発を期待したいところでありますが、しかし日大のカバーもよく24ヤードぐらいの地点です。残り11秒、11秒ですね、まあ、もう11秒というとパスですね、はい、これは非常にあの感覚としては苦しいですね、もうこれはもう、あの前半21対7で行く以外手はないだろうと思いますね、手はないでしょうね、これもって変なことをやってインターセプトでもされて、はい、そしてあの2タッチダウン差を3タッチダウンされる方がもっと怖いですから、もっと苦しいですね、はい、さあ残り11秒、最初のプレーです。プロアイ、右のプロアイです。そしてパス終わりました。さあもうあと時間が2、1、そして今前半終了であります。前半が終了いたしました。日大感覚前半21対7をもちまして日大がリードを奪っております。世界で初めて網刃式シェーバーを開発したブラウン、その30年の経験と技術が生んだブラウンミクロン2000、精緻でしなやかな網刃が肌の下に隠れているヒゲを捉え根元から切る。さらに新機構フィードインコームが厄介なクセヒゲもつくようにして捉え残さず剃る。深剃りのブラウンミクロン2000、重工両用のユニバーサルも新発売。昔人は硬い硬い石を見つけた、人はそれを鉄と呼び形を作った。水に浮かべ道を走らせ空に飛ばし、大きなものを支えた鉄の歴史、川崎製鉄、鉄と共に川崎製鉄。
のかまぼこおせち。豪華絢爛、空前絶後、前人未到といえばオーバーかな。おせち料理に金鉄のかまぼこ。夢を描いてごらん。富士ブレッドのスナックサンドはこんな子に食べてもらいたいのです。新しい人生の門出を飾るご結婚式とご披露宴は落ち着いた自然の環境に包まれ、最高の設備と料理で定評のある神戸須磨温泉ことぶき楼へどうぞ。無線式門扉とチェーン、パークロック、立体駐車場ほか、駐車場のことなら関西エンタープライズへ。各種自動販売機も関西エンタープライズへ。上空は少し厚い雲に覆われてはおりますけれども、ところどころに青空がのぞいて4万大観衆、本当に一塁側の方のアルプススタンドにお客様がこれだけ入ったのは甲子園ボール史上初めてであります。そして今年のハーフタイムショーはこれまで毎年上甲子園中学のマーチングバンドが皆さんの目を楽しませてくれたんですが、今年は全日本学生吹奏楽連盟のその合同の演奏、そしてバトンの皆さん方の出演ということでございまして、なかなか華麗な演技を今披露しております。だいぶこうアメリカの大学のハーフタイムショーに近づいてきたようなそんな感じがいたします。さて武田さん、はい、第1クォーターは0対0、お互いにミスが目立ちました。 そうですね、そして第2クォーター今度は点が入り始めたんですが、はい、これからですね、まず日大の最初のタッチダウン、これは第2クォーターに入って、50秒足らずの時だったんですが ね、はい、この辺りを一つ見ていただきましょう。外への渋谷への、はい、渋谷がね、スプリットして、はい、単純なアウトパスだったですね。そうなんですね、コーナーバックがもう全然ついていけなかったですね、はい、そうだったですね、これで日大はまず第2クォーター開始早々7点の先制点を挙げたわけであります。その後日大がですね、今度は新井が3ヤードランをいたしましてタッチダウン、キック成功して14対0とリードを奪ったんですが、さあ残り3分というところで今度は観客が猛反撃を開始いたします。その観客のタッチダウンのシーン、これから皆さんにご覧いただこうと思いますが、依然として、ハーフタイムショー、これが全日本学生吹奏楽連盟のバトンチーム、そしてフラグ隊も登場してまいりまして、なかなか華麗な演技を今披露しているところです。随分カラフルな演奏を見せております。ちょっとやはり3時に近くなりまして、太陽が雲の間に隠れてしまいました。